はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。インペリアルサガ、では今回もやっていきましょう。とりあえず大型のパッチが入った感じかな、命中率がアップと、この宿屋での回復速度が上がったりっていう感じですかね。あとこの傷薬、今まで5個しか持てなかったけれども、最大10個まで持てることができるようになりましたと。大きなところでいくとこんなもんかな。じゃあとりあえず物語系を進めていきますか。とりあえずですね、星は少ない方からやっていきましょう。4かな。そうするとイルカ像の3もクリアしたし、じゃあこっちかこっちだな。暴走戦車か竜の穴、竜の穴にしよう。竜の穴を救え。ブダ遊具の地を警護する格闘集団竜の穴に対し、突如魔軍が強襲を仕掛けた。援軍を送り魔軍を相当せよ。 OK、 行くぜ。メンツはこれで行きましょう。クローディア、皇帝、アルベルト、グレイ、こいつ誰か名前がわからん、テレーズで、どうしようかな。とりあえず、ちょっとアイテムも増えてきたんで、帝国軍旗を持ってって、身代わり人形も1個持ってこう。これね、使わなくてもね、1個消費っていうところが考えものですよね。陛下、ブダ遊具を守る竜の穴が魔物軍の強襲を受け四面楚歌に陥っているとの方。竜の穴というと格闘集団か。まさにブダ遊具の守護者たちです。あの地が魔物に奪われれば果実要塞への進軍ルートは断たれてしまいますぞ。ならば選択の余地はない。至急要請に応え、10米石州祭を竜の穴に送れ。おお、石州祭いるんだ。これ結局イベントで出てきても仲間にはならないですからね。仲間を増やすにはキャラをガチャでゲットするしかないっていう。出撃。とりあえず、お、怪しいやつが出てきた。おお、10米だ。グレーと被ってんだ。その方がザ・ドラゴンの異名を持つこの格闘家集団の頭目か。ああ、俺の名はカール。で、あんたたちは。拙者は10米、そしてこの者は拙者の祖父石州祭だ。ってことはあんたたちが皇帝の送った助っ人なのか。さよう、アルタメノス皇帝からの命を受け、この孫の10米と共に助立ちに参った。このブダ遊具が陥落すればアウナスを打つ手は失われる。我らの力存分に使うといい。ありがてえ。もう俺たちじゃ守りきれねえ。すまねえが手を貸してくれ。礼などいらぬ、他ならぬ恩義ある陛下からの頼みだ。命に代えても答えねばならん。この石州祭おいても権威は孫に劣らぬつもりよ。では行くぞ10米、いざ参らん。おお、火の敵だな。ちょっと攻撃でいくか。よしよしよし。あっちちゃちゃ、つえつえつえ、めっちゃ食らうんだけど。とりあえず命中率がだいぶ上がったことでストレスはちょっと減った感じですかね。これスライム系か。うわー、火のファンタムとか嫌だな。ちょっと一文字切りを使おう。これで今日は倒せなかったか。体当たり、ファイアボール、あちゃ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 った。ほら行け。そういや魔法覚えてるやつ誰もいないな。でこのですね、分岐ルート実は分けなくてもいいっていうことが分かったので、ちょっと戦力を集中させましょう。でこれ、分岐を分けないとマップの踏破率が上がらないんでランクが低くなっちゃうんですけど、ちょっと初マップなんで安全性を重視して至近戦法ですね。一文字切り使うか。くらえ。このフレームドッグ、カウンター技を持ってないからいいな。よし、誰も何も分かんなかったし悲しすぎる。これは攻撃でいいか。ミスったー。おー、ミスったー。それでもミス減ってるからな。1回クリアした。おお、これは一文字切りがいけんじゃないか。1
回クリアしたマップはもう一回できるんでね。3人は当たらない。これバッチが入る前にやったらどんだけストレス溜まるんだよって感じだな。宝はコーゲット。これはなんだ、修練の手形。ちょっと一文字を使うか。技を使っていかないと面倒くさいからな。よし、テレーズがちょっとちょっとまずいな。回復手段もないですからね。どうも回復魔法はなさそうなんで、歩いて地道に回復するしかないっていう。お、ボスだ。名声42。おお、全軍突撃、いけ。足りなかったかな。普通に終わった。まあいいや別に。どうやら危機は脱した。世話になったな、礼を言うぜ。実はこの地を守ることは果実要塞への進路を確保することでもあったのだ。まあ園長アウナスか、いつかは撃たねばならぬ敵だが相当の被害を覚悟しなきゃならねえ。さよう、ゆえにその方たちの協力を得られれば、得がたき戦力カール頼まれてくれるか。あんたたちが信頼する皇帝なら俺も信頼できるだろうよ。いいだろう、我ら格闘家集団全身全霊で帝国に仕えようと言っても。別に人が増えるわけじゃないからな。そう、分けてないから投破率 70% ですね。ランクは B。 シャキーン。あれ、誰かかな、こいついるし。テレーズが歌詞に変わったねって。いるんですけど。効力を失って1個消滅しました。これちょっとひどいよね。新しい家臣はテレーズだから、まあいいか。結託の砦、これで少し兵士養成所、兵士を集めよう。我が元に集え10回。すごい、俺いくつ名声あんの今、いまいちわかんない。いっぱいいる。もはや誰が誰だかわからん。あ、ロブスターがいる。うわー、ロブスター負けたか。カールがいるじゃん、カールが。これ、うわ、所属家臣数22って。これもういっぱいいるってこと？ちょっともったいなかったかな。じゃあどうしようかな。人柱を、人柱を作りますか。施設を強化。これ人を派遣するんですよね。でも派遣した人は消えちゃうと。こいつは完全に育ってるな。こいつ育ちきったな。LP1 しかないから。いや。送り出そう。もうなんか適当でいいや。ちょっと待って。あとは、キャットとか弱そうだからな。エメラルド。エメラルドって、こいつ魔法使いだよね。魔法使い取っとこう。カールもちょっと捨てよう。ゴルホドがいる。少年もいる。すげえ、一般兵。ってか、上兵だし。ただね、一般兵なんだ。ジャンヌ。ジャンヌってアマゾネスだっけ？こいつも送り込もう。いらない。どうせまた手に入るんでしょう。兵はちょっと送り込むか。上兵は、取っときましょう。あれ、ブッチャーもいるじゃん。海賊ブッチャー仲間になるんだ。施設を送る。これちょっとレベル2にしてみようかな。これ何人人柱必要なんだよ、マジで。ちょっともう一回、ちょっと倉庫じゃねえや。結託の砦で。ほらほらほら。あ、ちょうど10人入るな。あれ、なんかゲラハの赤いバージョンみたいなのがあるな。右上にやられたか。げ、なんかロビンのデブバージョンがいる。これ誰、ブッチャー、またブッチャー。よし、じゃあもう一回人柱へ。
工房の人柱。これ多分まだまだ全然必要だな。ルナって何？これインペリアルガードか。瞬間がなもはやいらないんだよな。体術もね弱いっちゃ弱いからな。こいつもいらない。偽ロビン上兵だし。シャーリー剣か。棍棒ってなんだよ。棍棒っていらない。ブッチャーとブッチャー合体しないのかな。めっちゃかぶってんじゃん。テレーズどうしようかな。新しいテレーズ捨てよう。シンシアスやりか。こいつちょっと成長させてんな。ブッチャー一人捨てるか。そうするとシャーリーも捨てるか。で、ベアも二人いるから捨てて、あとは三人。もういいや、適当に捨てちゃおう。こいつもミセロビも捨てよ、いらない。じゃあこいつも捨てよ。 OK、 完全に作業だ。作業ゲーとかした。あと1回で上がるかな。どうせだったらちょっと上げたいんで。もう一回結託の扉。扉じゃねえや、砦。ほら、いけいけいけ。雪だるまがいる。おお、めっちゃ戦ってる。雪だるまやられた。あ、ゾウがいる。ゾウ、よし、じゃあ戻って、また人柱を送り込むか。キャラは消滅するってどういうことよ。ああ、棍棒ね、いらない。ライブラ、これ誰だ、ちょっとわかんねえな。ユリアナ、上兵だ。ヘクター、体験。ハーバードもいらない。ゾウ、上兵だ。上兵取っとこう。こいつも上兵だ。オライオン、ベア捨てよ。上兵ってそもそも強いの？所詮兵士でしょ。ちょっとエメラルド捨てようかな。なんかいいや、捨てよ。兵士は捨てちゃおう。もういらない、いらないと。あれ、微妙に足んないもしや。おお、強化の準備。グレードアップでこの施設を拡張しよう。施設が使えなくなるから気をつけて。まあしょうがない。グレードアップ、これでようやくグレードアップ。 5G かマジか。まあいいや、始めよう。時短のジュエル。わかった。うん、いらない。よし。まあ、上兵が手に入ってもな。あ、テレーズが兵士だからか。ちょっと上兵に変えよう。そうすると。こいつを、ちょ、腕力の腕輪は外して、上兵、上兵。グレースとかいいんじゃないか。剣だし。こいつとこいつを交換。OK。で、攻撃力4ペーな、17って。腕力の腕はそれそれさせましょう。決定。よし、じゃあもう1個のレベル4ですね。こっちをやっていきましょう。暴走戦車を破壊せよ。教授が作った暴走術戦車スーパーナイトズイカー。ダンズンの村に突撃する前に破壊し停止せよ。教授が作ったんだ。破綻がいいかな。じゃあ持ってかなくて。教授出てくんの。陛下、スーパーナハトズイガーなる術戦車がマデラ海岸を暴走しているとの方が。なんだそれは。グルギスタンの変わり者の教授が作ったもののようですが、ネジを一本締め忘れてナハトズイガーに、さらに燃料を間違えてスーパーナハトズイガーに、凶悪な術戦車が一層狂乱し完全に制御不能に陥ったようです。ネジを締め忘れて、燃料を間違えて。なんとかと天才は紙一重と言いますので。海岸の先にはタンズンの村がある。確かあの村にはノーラの武器工房が。その教授にはなんとかできないのか。それが教授は術戦車に閉じ込められ拉致されてしまいました。運転技術に長けたバーバラを向かわせろ。きっと術戦車を制御してくれる。ノーラたちを失うわけにはいかない。何としてでも村の手前で暴走術戦車を止めろ。バーバラって
馬車に乗ってるイメージしかないんだけど運転とか大丈夫なの？暴走戦車を破壊せよ。ちょっとこいつ一年切りを使っていかないと、これが厄介だからな。あとは攻撃と、いけ。クローディアのヒットポイントがだいぶ減ってんな。回復させてないか、そういえば忘れてた。どっちにしようかな。こっちにしよう。これは固めていきます。全員こっち。これはこのまま攻撃でいいか。うわー、結構ちゃうな。危なかった。もう一人はミスるな。やっぱり皇帝の攻撃力が高いからな。皇帝ミスるとかなりショックだからな。フランボロ切れみたいな硬い皮。あ、カバッコがいる。カバッコが、この横並びになってくるとやっぱり一文字切りを投入したいですね。くらえ、くるダメージ出て短冊切りなんですか。うわ、陣形によっては一文字切り危険だな。そしてさ、ロマ様シリーズなんだから戦闘が終わったら全回復するとかしてほしいよな。グレイがちょっとやべえな。グレイスも結構減ってきたし、カバッコはちょっといいや。とりあえず金だけ貢いとくか。うん、一応乗っておこう。20クラウン安い。 OK。 もうちょっとでも回復してくれ。あれ、なんだ、びっくりした。止まったかと思った。ほんと皇帝さんは人使いが荒いのよね。文句を言うなら受けなければいいんですよ。報酬をもらえるわけでなし。だいたい姉さんが術戦車を操縦できるわけがないですし、これは完全な人選ミスですね。ならエルマン、あんたは皇帝陛下の言いつけを断れるの？やるしかないでしょ。耳を長くして待ってたよ。ひゃ、ウサギが喋った。猫も喋るぞ。そしてワニも喋ったりする。植物っぽいやつも喋るが、何か完全にこれモンスターじゃねえかよ。なんだよお前らは。モンスターだよモンスター。僕らは教授のペットさ。教授ペットなんていたっけ。あの女が作った生物だが何か。おい、そこのエロい女、皇帝が寄与した運転ができる踊り子っていうのはお前か。あら、あんたみたいな猫もどきにも私のエロさがわかるの。隠しても魅力って溢れちゃうのよね。なんだそりゃ。おお、来た。いいからこいつを運転しろ。あ、こっちのあれか。これが本当のナハトズイガーだよ。この術戦車で奴を追いかけてめちゃくちゃにぶっ壊して。普通に歩くけどね。また分岐点か。カバがいるんで左に行きましょう。ほい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 と。結構歩いたけどどんだけ回復したかな。さあ何をくれる。お礼として名声200もらいました。いらん。これはまあ普通に攻撃できるでしょう。できればノーダメージできたい。ダメだったか。短冊切り強いんだよな。進軍。こいつらも強そうだ。くらえ。よし、頼む。よし、ノーダメージ、ノーダメージで進めればでかい。これでちょこちょこちょこっと回復して、なんかこのさ、分岐点とかで一回休憩取って傷薬を使うとかできればいいのにな。うわー、ミスった。一文字切りにすると痛いよな。やばい、グレイがかなりやばい。グレイスもやべえなこれ。どうする。アデルがかなり SP 減ってるかんな。うわー、よし、あと何戦あったっけ。あ、これでボスか。おお、いきなり戦闘かよ。二段切り。こっちどうしようかな。二段使っとくか。クローディアは、大木段。
こいつ何もねえな。上兵のくせに。いらんつきか。よし、これでいこう。くらえ。おい、なんだ。おお、連携か。びっくりした。うおー、危ねえ。にらみ。ミスったー。お、いらんつまきつけ。強い。毒斬り。うわー、全体攻撃か。死ぬぞ、これ。毒で死ぬ可能性がある。まあ、でも行くしかないな。これしかないもん、やることが。2連携、2連携くらえ。このボスすげえな。あ、倒した。危ねえ危ねえ。あら、はじめましてのこんにちは。私ほどではないけど、あなたもとってもナイスバディの持ち主なのね。教授若返ってねえか。もうちょっとおばさんだった気がするんだけどな。もしかしてあんたが教授。前人未到のく、これまた言うのかよ。ここら辺はカット。エルマン、とにかく任務は果たした。帰るよ。帰っちゃった。そうですね、それがいいです。この女、暴走戦車より危険かもしれません。え、終わり。なんて薄っぺらい会話なんだ。とりあえず A だな。これレベル5やるのきついな。なんか来たぞ、贈り物。何これ。おお、特別招集状を手に入れた。次使おうかな、じゃあ。というところで、とりあえず星4ですね、クリアしたところで、まあ、まだ第1章ですけども、まあとりあえずパッチが入って少し命中率が上がったんで、戦闘はやりやすい感じになったかな。これ多分パッチ入る前にやったら死んでたな。うん、というところで、今回はこれで終了したいと思います。